これまでまだ扱ってなかった例なんですけれども、主語の痕跡について、見ておきたいと思います。 Who bought it? これですけれども、ここに Who が S ストラクチャーの段階で移動してきています。さあ、動詞によって見張っているのか、自分自身によって見張っているのか、まあ、これだけではですね、分かりにくいんですけれども、別の例を見ますと、よくわかります。まあ、こういった例があります。Who do you think John saw? ジョンが誰を見たと思いますか？こういった例、これも目的語をセントに出しています。ここにざっとつけてね。Who do you think that John saw? 完璧な文です。Who do you think bought it? 今度は主語を出していきます。Who do you think bought it? 誰がそれを買ったと思いますか？さあ次です。Who do you think that bought it? 英語では全くダメな文です。さあ、これを見るとですね、一体全体主語の trace は誰が、見張っているかよく分かってきます。もしですね、bought という動詞が見張り役であれば、いつだってこの左手にある、いつだって左手にある、この trace をですね、見張ればいい。つまり、そういう場合でしたら、この文も完璧な文であると判断されてしまいます。しかしながら、この文が悪いということからですね、何らかのことでですね、Unseen Government がうまくいってないだろうと、そういう予測がつくわけです。というわけでして、この Who bought it、これ、この trace がですね、動詞による見張りか、自分自身による見張りかという問いに対する回答はですね、やはり自分自身による見張りだと、そう考えていいと思います。続きまして、CED というものに入っていきたいと思います。CED ってなんだ、Condition and Extraction Domain という、ものの、省略記号ですね。CED。ジム・ホワンという人が、提案したものです。でこの CED、定義はこんなようになっています。A phrase A may be extracted out of a domain B only if B is properly governed. あら、ここに ECP のものが入ってきてますね。はい。ちょっと日本語を直しますと、区 A が領域 B から抜き出されるならば、必ずその領域 B は properly governed されていると。ちょっと何言ってか分かりませんけれども、より簡単に言いますと、その領域 B はですね、語彙範疇の保護であると。これが properly governed と同じことです。この語彙範疇を使ったケースでいきますと、動詞や前置詞の保護になっていると。はい。で、英語の例でいきますと、こんな感じです。区A が領域 B から抜き出されるならば、必ずその領域 B は動詞の目的語であると。こう考えておけば間違いないです。動詞の目的語、あるいは目的説でもいいですけれども、それ以外から抜き出そうとすると、さっぱりダメですよと、そういうことを CED は言っています。はい。具体的にはですね、 John thinks that Mary read the bookこれ全体がこの動詞の目的語、あるいは目的説ですね。あるいは John took a picture of Mary。 この a picture of Mary が動詞の目的語になっています。はい。じゃあこの the book とか Mary がわからないときに疑問詞に変えて先頭に出してみましょう。 What does John think that Mary read? 完璧です。 Who did John take a picture of?完璧です。はい。もちろん、ここが目的語ですからね。目的語の中から抜き出すのは全く問題ないと CED が言っています。さあ、続きまして、
目的語以外のものを見てみたいと思います。まあ、主語ですね。主語を見てみたいと思います。That Mary read the book, please John. これ、まあ、文が主語になっているケースですね。あるいは、A picture of Mary, please John.、ちょっと大きめの名詞、く、これがですね、主語になっています。さあ、この部分がわからない場合、疑問詞に変えて聞いてみます。What did that Mary read, please John? とか、Who did a picture of, please John? 全くダメです。そうですね、ここの部分は動詞の目的語じゃありませんから。ですから、その領域から抜き出そうとすると、さっぱりダメになりますよと。